じゃあ食後の運動です。ちょっとね、あのロープを遊ぼうとしたの俺が邪魔しちゃったみたいで、うん、今離れてる。やっぱりロープ好きなんだね。ジャン君は置いてけぼりです。見に来ました。お、鼻鍵あったよ。あ、僕は挨拶できたね。ポンちゃんちょっと左手出そうになってます。ちょっとご挨拶できてよかったね。さあどうでしょう。今のはでもさ、うん、遊びっぽい感じだね。そうだね、ショーって言わなかったんで、うん、遊べるか。じゃあ今のは割と愛がこもってて勘違いしない方がいいよ。大丈夫なんじゃない？大丈夫っていうか、いたっていう話じゃん。妹なのか。妹と遊んでじゃん、くん。ポンちゃん。後ろ向いたけど、まあ外の音にだと、全然普通だね。ジャン君、よかったね。後ろちょっと手を出されたジャン君が引いてます。大丈夫だよジャン君。また行ってみ。これ目隠しなければさ、うん、この距離で良さそうだね。ポンちゃん、トイレに深くしなくても平気かな。まあ、もう大丈夫そうな気がするね。うん、恥ずかしいってならない。あの、ジャン君が変なちょっかいを出しそうだけど、今日その分だけやろうか。遊ぼうとした時に俺が扉をいじっちゃって、うん、その後ジャン君来ちゃって、うん、邪魔したらちゃったね。ジャン君後ろ向くと叩かれるね。
叩かれても平気に。感激しないね。あなたたちは大丈夫そうですよ。また見て。